っしゃイガちゃんです。イガシアさん、お今日はイガシアさん変身企画第2弾をやりたいと思います。何江頭、イケオジになる。おで、どういうこと説明をお願いします、はい、前にアスカ・キララさんとか撮影ではスーツでビシッと決めてましたけど、うん、今回はちょっとワイルド感も出しつつ、うん、爽やかなイケオジを目指したいなと思っています。イケオジ、はい、イケオジ僕わかんない。キョトンとしてますね。イケオジって上がります？イケオジ、はい、イケてる親父じゃない？イケてる親父。そして、うん、今回江頭さんにはそのイケオジになってもらって、うん、最後は雑誌レオンのモデルとして出てもらいます。おレオンは知ってます？レオンって、はい、イタリアの雑誌でしょ？イタリアの雑誌言わんとしてることはわからなくもないっていう。ジローラモの雑誌でしょ？モデルをやってる雑誌っていうことなんですかね。うん、はい、ほぼ合ってますちょい悪おやじだ、ね、うん、ちょい悪おやじ結局、俺、雑誌に載ったこと、イケオジになってもらって最後はレオンのモデルになるっていうのがもう決まってます。それすごいじゃんいいの俺で？まあ大丈夫ということだそうです。ちょっと聞きたいね、なんで俺だったか、はい、うん、実は今回そんな江頭さんが自信を持っていただくために、うん、こちらを用意しました。これ何？こちらはサントリーさんが出した40代50代向け男性用オールインワンスキンケアバロンです。おお、40代50代ってことは俺もかぶってるってことじゃん。もうまさしく江頭さん世代。しかもこれオールインワンなので、うん、これだけやっていればもう肌の悩みを解決してくれる。本当に？江頭さん、こういうのって使ったことあるんですか？一切ないね。一切ない。化粧水とかはないですか？まあアフターシェーブクリームはあるね。はいはいはい。洗顔はしてましたっけ？洗顔はすごい大切洗顔以外はやったことがないと。洗顔以外はやったことない。初めてのスキンケアのこと。そうだね。ちょっとじゃあ一回試しにやってみますか。これすごい似合わないですねこれなんかベタベタしないでさらっとしてるらしいんですけど、どうですか？いや俺、はい、使ったことないから、はい、ベタベタしてるとか、はい、それが分かんないんだよ比べようがない。ベタベタはしてないんですか？そうだね。これだけ使えばいいので、もう面倒くさがりの江頭さんでもこれなら続けられるんじゃないかと。まあね、面倒、はい、くさがりだから、はい、手軽にやれるのはすごい嬉しいと思う。事前調査ね、うん、90% 以上の方が10日間で体感があったようで、うん、江頭さんもだからこちらのバロンを使って自信をつけて爽やかなイケオジになりましょう。わかった頭のおかしいお前ら、俺バロンを使ってイケオジになっちゃうぜ。どうですか？俺あんまり化粧水とかこういう乳液みたいなのって使ったことないから、ああ分かんない。どう？ああ
ちょっともちもちしたような感じはする。あとね、これだけでよかったらめんどくさくない。はいはいはい。まあいい感じなのかな。はあ、やっぱ肌に馴染むね。なんかもう、うん、習慣づいてきてるんじゃないですか。もう結構習慣づきましたよ。変わりました。ちょっとしっとりしたよ。林田さん、うん、いよいよ今日は撮影日になってしまいましたが、そうだね、なんかすっごいホテルですね。いや、ゴージャスなんだよ。なんかスイートルームでの撮影らしいんですけど、うん、一泊100万円ぐらいするらしいです、このスイートルーム。すごいね。なんか江頭さん、うん、ちょっと自信ついてきたような感じもしますが、ちょっと自信ついたかもしれないね。なんかちょっと表情も変わってきたような気もしますが、江頭さんの思うイケオジポーズ。じゃあ江頭さん、うん、撮影準備入りますんで、うん、メイクとかなんかスタイリストさんとかも来てもらってるようなんで、お願いします。よろしくお願いします。送って、はい、イケオジになれますかね。めちゃくちゃなれると思います。それですか。はい、それなんでですか。なんとなくです。絶対適当ですよね。今岩下さんって肌今どんな感じですか。でも綺麗だと思いますよ。あ、そうですか、はい、おお、これ、はい、1本でできるんで、はいはいはい、これ面倒くさがりなんで、はい、みんなそうですよね。そんな俺でもやれるからいいなと思って。継続なんで使い続けた方がいいですよ。あ、そうですね。やってて、はい、この人いい人だなっていう人。あ、でも結構みんないい人ですよ。あ、そうですか、はい、割とそうするのモデルさんが多いので。モデルさんはどのような人やられてるんですか。友達で言ったらジローさんだってモデルさんだし、ジローラマ。あ、ジローラマ。あ、ジローラマ。ジローラモさん、ジローさんって言われてた。そうそう、本当だよ。なんかコントやってそうだよ。そうですね。うわ、なんか意外とシュッとしますね。うん、いそうですね、こういう俳優さん。本当だよね。なんか政治家とか。政治家さんにもいそう。政治家悪いことしてそう。本当にお金に小汚そうな政治家。本当に俺そんなにいそうだったっけ。セクハラもしてるな、この政治家。そうだね、なんかそんな感じになってきたような。でもなんかレオンはエロい親父だからいいような気がします。あー、バッチリじゃん。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ちなみに、はい、どうして今回江頭さんレオンね、はい、さんになんか出ることになられたの。まあ、もともと僕も絶対かっこよくなるなと思ってたんで。あれが、いやいや、なぜもだってもうスタイルいいし、うん、まあ今回実はそのタトラスっていう、ダウンとかで有名なブランドがあるんですけども、実はそのタトラスの PR の担当の方が、畑岡だそうでございます。あ、そうなんですか。すごい。でもぜひにっていうことで、でまあ僕らももともとちょっと、いや、江頭さんのこのイメージを僕らのところで掛け合わせたら面白くなるんじゃないかなっていうのもあったので、はい、ぜひにと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、どうしたらいいでしょうか。はい、リュックから。リュックから、うん、リュックへ行こうか。あー、うわすごい。江頭さんがこれからこのブラッドピットになるんですか。サングラスとかしようか。ちょっと、もうちょっと真上向いて、肘がついてますね。上に行きましょうか。上に行きましょうか。一回寝ましょうか。ここに。あれ、なんか違うぞ。起き上がってもらって。こんな感じ。そうです。ストラックかもしれない。
どうでしょう。お東川さん、はい、ブラピンっぽいっすよ。どうですか。いや、いいですね。いいですか。かっこいいです。うわ、すげえ。なんか哀愁ありませんね。男の哀愁を感じる、ね、いいですけどね。いや、もうバッチリかと。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃかっこいいです。そうですか。いいですね。ほんと俺も哀愁あるわ。何がいいって、うん、モデルさんほどかっこよすぎないっていう。この男のかっこよさみたいなのがなんかありますよね。ありますよね、うん、あ、これサングラス、うん、藤子不二雄。もうどうなるんですか。上見ちゃう感じ。ここが無駄がなくてかっこいいね。いいね。おっと。うわあ。どの栄養水か。確かに。うわあ。かっこいい。かっこいい。つい。いいねこれ。もう映画だね。かっこいい。でカメラ目線に。かっこいい。ここもまあ縦もかっこよかった。かじる感じ。かっこいい。どうした。ありがとうございます。いや、ちょっと今のほんとかっこよかったっすね、なんかびっくりしたね。ウィスレザー以外でかっこよくなるんだね。またなんか新しい東川さんが。そうだね。スカーフなんてプライベートで巻いたことないんですよ。洋服がこうやって言うと昭和のコメディアンみたいな。本当だね。出番前の浅草キッドの大泉洋さんってこんな感じですもんね。つかみセンザブロン。うわー、すごい。キワかっこいい。かっこいい。かっこいい。もうもはや、うん、街であっても誰も江頭さんと気づかないレベルまで来ました。本当に、はあ、街で、はあ、女の子をナンパしていたら、はい、ついてきますかね江頭さん。あ、大丈夫、大した話してなかったんだよ。うわー、何これ、何これ、すごいっすよね、変化すごい。なんかインチキな絵を持ってますね。そうだね。多少な感じありますよね。ダリの絵を持ってるハート。買わない？買わない。ダリの絵そんな言い方しないですよ。普通にこれ雑誌載っけてても気づかれないかもしれないです。うわあ、これマテベルに行けるってもう思ってましたよね。撮られてる時どんな気分なの。なんかやっぱりイケオラになったような気分になってきた。イケオジになった気分になってる、うん、気持ちが。そうだね。俺だよ。あ、いいね。ここだね。ましたね。すげー、かっこよ。めちゃくちゃかっこいいね。じゃあいいかな。はい、はい、じゃあ OK です。お願いします。このイケオジが言いそうな一言なんかありますか。このイケオジが言いそうな一言
飲んで一言もらっていいですか。このウーロン茶も何年ウーロン茶って言われて旅したんだろうな。下手。いいこれ。引けてるなぁ。いい感じ。いや、いいっすよ。本当ですか。もう六本木ヒルズの周り歩いてそう。本当ですか。六本木かっこいいな。おい、かっこいいっすよ。吉野さん、今度こうテレビ局とか行くとき、うん、これで入りしましょうよ。いやちょっと俺は恥ずかしいよ。ぜひお願いします。勘弁してよ。エガチャンネルの収録もこれできたらちょっと嫌だもん、ね、あ、そうですね。そうでしょ。そうでしょ。プライベートだったら全然いい。プライベートだったらいい。ありがとうございます。エガシラさん、本当ですか。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、次は、はい、じゃあこちらです。はい、笑顔を撮ってみてください。笑顔が硬いって言う。前のやつもやれ。ルイ・ブランのあのこの人を黄色の人に座ってもらって、岩田さんが後ろに。そうですね。あ、出演ですか。これこういう。マジですか。ブリーフさんの前ですか。そのパターンあるんですか。マスクいらないかな。多分マスクはブリーフさんやると表情が自然になるっていう。ちょっと見てみて。ちょっとの方がいいでしょ。いいね。あ、いいね。ナイス。ちょっとブリーフさんが来たらすげえ褒められてきて。いいですよ。いい笑顔ですね。あ、これいいね。だいぶいいな。高橋さん、これブリーフ団のカット採用されそうですか。採用されちゃうかもしれないですけど。ワンカットぐらい採用していただけると。ブリーフ団が我々も OK です。OK なので、はい、じゃあこれにて、はい、ありがとうございました。というわけで江頭さん、うん、まあ、池おじになって、うん、まあ、一応撮影が終わりましたけども、うん、バロンのスキンケアで、うん、どうですか、自信持てましたか。そうだね。でもあとはこれ、まあ、メイクさんも言ってましたけども、まあ、継続が大事って言ってたので、うん、まあ、これだけでいいので、どうですか、続けられそうですか。まあ続けられそうですね。一応自発見ですね。一応自発見。じゃあみんなもバロンつけて池尾氏になってくれよ。